私たちの身の回りにはパソコンやスマートフォンが普及していて、インターネットを使った情報処理が当たり前のように使われていると思います。そのため情報関連機器っていうのがですね、今後消費エネルギーが増えていって、2025年には全人類が使うエネルギーの 20% から 40% を占めるのではないかという試算もあります。そこでいかに情報処理を省エネルギー化するかということが市場命題になっているんです。でもどうしたらいいでしょうか。そこでパソコンと人間の脳ですね、の構造とその消費エネルギーに注目して、その効率性の違いについて見てみましょう。パソコンには CPU と呼ばれる中央演算装置が入っています。これは約10億個のトランジスタという部品から成り立っています。この部品というのは我々はよく素子という言い方をするんですが、 CPU1 個あたりの消費エネルギーはだいたい100ワットです。それに対して脳の中には800億のニューロン、神経細胞が含まれていて、各ニューロンはニューロン同士がですね、神経シナプスというものでつながって、ニューラルネットワークというネットワークが形成されて、各ニューロンが出力する電気信号がですね、複雑に絡み合って信号情報処理がされていると言われています。人の脳の情報処理に使っているエネルギーがたかだか数ワットと言われています。で、脳はパソコンに比べると100倍以上素子数が多いにもかかわらず、エネルギーがすごく少ない。だいたい4000倍から1万倍程度エネルギー効率がよくですね、情報処理が行われていると言われています。ニューロンの働きをですね、考えてみると、まあ、電気的にはですね、壊れた部品のような振る舞いをしています。で、そのニューロンはノイズのようなランダムな信号を出力してお互いに相互作用し合ってですね、情報処理しているという考えられています。また私たちの周りには雑音ですね、ノイズといったようなものや、頭の中ではですね、自発的にノイズが作られていて、そういったものが省エネの鍵になるのではないかということが分かってまいりました。またニューロンを作っている物質っていうのは有機物が多くてですね、特に高分子っていうものが多いです。で、これは柔らかい分子ですので揺らぎをすごく出します。で、それがノイズ発生の原因になって、ニューロンに似たような働きをするのではないかと考えています。で、そこで私たちは高分子物質を素材としてニューロンに似たような電気部品を作って、それをネットワーク化して超省エネのハードウェア版人工知能を作っていこうという研究を物質科学をベースとして行っております。